皆さんこんにちは。 JKMA 太極拳クラブ優勝インストラクターの小西聡と、生徒さんの磯金さんです。はい、今日まとちゃんがお休みしてるので、前回引き続きちょっとお手伝いをしていただいてます。で、前回は重心の位置の話をさせていただいて、こう足が指が浮いたりして、でかかとで支えたいんだけどお腹が緩んでると、支えれないんだよ、 なんで支えれないのかっていうのがあってるんで、もし興味がある方、中心の押さえるときうまく押さえれない方はその動画も参考にしてみてください。で、今回は手なんですけど、こう腕の力が抜けた状態で押さえていくし、太極拳ってリラックスした状態で体を使わないといけないんですけど、 どうですか。いや、まだそこまで全然、そういうリラクゼーションとか意識されてますか、ね、できてるんですね。意識はされてる、意識はしてますけど、はい、はい、そう、なるべく力を、でももう一つ多いのは力抜きすぎてて、ただのこうペラペラな状態、何 の効能もないというか、実際に相手の手を引っ張ったり押したりとかでしか出てないっていう方の方がもしかしたら多いかもしれないですね。で、今日はちょっとそれを体感してもらおうかなと思います。パンチングミットを使うんですけど、こう上げるじゃないですか。いつもはゆっくり下ろすんですけど、場合によってはこれって相手の手を掴んで引くだけじゃなくて、こう例えばちょっとこういう状態になった時に、こう上からバシーンってこう打ったりとか、こういうところこうはたいたりとかっていうふうに素早くやらないといけない時もあります。で、その時に素早くスッて下ろす時に力でグッてやるんじゃなくて、こうストンって落とすんですが、ちょっとここから力抜いてストンと落としてみてください。で、それでここを破壊するつもりで難しい、もっと力抜いて一瞬でこう、一瞬で力を抜いて打っていきます。ちょっと動画では体験できないので、でちょっと低めにして距離を大きくしますので、はい、皆さんは画面見てるので違いがよくわかるかと思うんですが、今はですね、ちょっと背骨が一緒にこう、潰れてたので、で、体の力を抜いて体を重くして落とすっていう時に、手の力だけ抜いて手を落とすと軽いんですよね。で、じゃあこの手を下ろす時に手だけの力で下ろすっていうことをやってる方っていうのは、要はふにゃふにゃの太極拳なんですけど、例えばこの手が落ちている時に肩も落とす、で肩甲骨も落とすと考えたらどうですかね。これここだけ抜いてここだけ落とすとペラペラなんですけど、ここの重さとここの重さ、さらに肩甲骨って
で、ここに広背筋っていう逆三角のめちゃくちゃ大きな筋肉があるんですね。だからここの広背筋なんかを一緒に落とすと背中の筋肉がガツンと落ちるわけですよ。で、その重みを加えるだけでもこの重さだけとここからここまでの重さを全部落とすので破壊力が全然違います。ちょっともう一回持っていただいていいですか。で、ここだけ抜いて落とすと、こんな感じ。最初こういう感じでしたよね。こういう感じです。でもこの辺から全部をこういう風に落とすと重いですよ。全然違いますかね。はい。で、さらに脱力を進めて体のありとあらゆるところを脱力して全身で落としていくと もっと強い力が出るようになります。はい、こんな感じで、まあ、体の脱力によって体の中のこう重さ、沈む力をうまく利用して打ち込むことを鎮痛っていうのが言ったりするんですけど、こういった破壊力、軽力までしっかりと練習して使えるようになると太極拳がもっともっと楽しくなりますし、実際スカスカの状態ではなくてズシンと落とせるようになると気持ちいいです自信にもなってくるし、それだけでなくて健康、体の健康も中、体の中が充実してくるのでとてもおすすめです。で、動画とかではこういう練習なかなかできないので、もしお近くの方で一緒に練習したいという方がいらしたら、岡山、姫路、倉敷、福山、神戸なんかで練習してますので、よかったら一緒に練習しましょう。はい、今日の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございました。